タモリさん、おめでとうございます。ありがとうございます。まずは受賞の感想をお聞かせください。これこの式場に来てだんだんとことの重大さに気がつき始めまして、60周年の節目に私がこれ受賞していいんだろう、過去ちょっと見ますと大変な方々が受賞しているようで、本当に、今光栄に思っております。ありがとうございました。おめでとうございます。タモリさん、今まで作品としてはギャラクシー賞各賞受賞ございますけれども、はいはい、個人での受賞です。それなんですよね、はい、だからまあ、作品とするならそれに関わったということで私一人の力じゃないんですが、今回はお前よくやったぞということですから、これちょっと意味が違うんですよね。で、私この世界に入りましてずっと活動したんですけども、ほぼ半分は非難の歴史でした。まず最初にテレビでサングラスをかけるなということが始まって、まあでもひどいことやってました。白いブリーフ1枚でイグアナやったりなんかして、まあ非難は当然だと思うんですが、ようやくここ以来で褒められ始めてちょっと気持ち悪く思ってるんですけども。もう長くテレビラジオで活躍をされてきて、タモリさん、最もこう記憶に強く残っていることってありますか？まあいろいろありますけど、亡くなられた作家の有吉佐和子さん、この方がいいともにゲストに来て最後まで全部のコーナーをぶち壊して一人で喋って帰っていったっていう、帰りがけにまだ客席にいましたからね。その後黒柳さんが同じことをなさいまして、この2つはやっぱ印象に残ってますね。まあ、ひどい方たちです。生放送のキングであっても大変な対応されてきたと思うんですが、タモリさんの魅力、これ実は懇談会の選評にもあります、批評性に富んだ笑いという表現があるんですけれども、この批評性に富んだ笑い、今のラジオテレビどうでしょう？先ほどまた紹介のところでそれを聞いたんですけど、過大評価です。本当に過大評価に最近苦しんでおりまして、批評性はないと思います。批評性はないけども、なんか僕の心にひねくれてますから、それが出てるだけで批評性はないと思いますね。それだけの力もないし技術もないので、言っていただくのはありがたいんですけども、過大評価です。その批評性に富んだ笑い以外にも、タモリさん、テレビでも本当に皆さんよくご覧になっていると思いますけども、多趣味博学でいらっしゃって、ちょっとこの場で少し教えていただきたいんですけど、例えばこの渋谷の街、この会場のある桜ヶ丘、その坂道が多くて、はい、この坂道について何かこうご存知なことがあったら教えていただけますか？その多趣味というのを、これまた過大評価で、確かにいろんなことやってるんですけど、僕あれ自分では絶対言わないんですよ。なぜかというと挫折の歴史なんです。根性がないんで、これが面白いなってその分野に行くと先人たちのすごい人たちがいっぱいいるんで、すぐ諦める。でまた次に行って、全てがもうやることをなすことを中途半端っていうやつですから、それ言われると恥ずかしいんですけども、まあ、それ言うとブラタモリになるんですけどね。この渋谷は僕九州から学生でこっちに出てきて、友達と一緒に地下鉄銀座線に乗ろうと思ったんです。で当時は渋谷は銀座線しか地下鉄なかったんですけど、あらゆる地下の入り口行っても地下鉄の乗り場がないんですよ。でふと見たら空中を地下鉄が走ってる。地下鉄って空中走るの？という驚きから、東京の坂道に、まあ、興味を持つことになったんです。
あれは青山通りの地下を走ってたのが渋谷という谷に差し掛かると空中になるということが、すごいこんな起伏を富んだ東京っていうのは素晴らしいなと思って坂道に興味を持ちましたね。ありがとうございます。いいいい、すごい感動しました。すごいやっぱり知識ですよ ね。いやだ、このまで課題評価やめていただきたい。でその東京に出てこられた前、お生まれになったのがあの1945年、あの、はい、戦後です。そしてその戦後の、もちろんデビューはその後になるわけですけれども、はい、いわば戦後のラジオテレビ界を疾走してきました、はあ、今後のラジオテレビ期待するところはどんなところでしょう。今地上波っていうのはちょっと下り坂になってるみたいで、まあ、関係者一度いろいろご苦労なさってると思うんですけど、まだまだやる余地があるとこはあると思うんで、今後それを見つけてまたやっていきたいと思っています。ぜひともまた素晴らしい、はい、あの足跡を歩み続けてください。わかりました、はい、追いかけたいという皆さん相当いらっしゃると思います。足跡を残したいと思います。大変失礼しました。泥棒じゃないんですか。ごめんなさい。